問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から正しい答えを1つ選んでください。例天気、夕方まで持ちそうね。 一。じゃあ、傘持ってくね。二。じゃあ、傘いらないね。三。じゃあ、寒くなるね。女の人が、天気がもちそうと言っています。もちそうというのは、夕方まで雨が降らないということです。 ですから、二の、じゃ傘いらないね、が正解です。では始めます。1番、ちょっと、この大きい箱を運ぶの手伝って。1、いいよ、こっちを持てばいいかな。2、2> いいよ、箱に入れるんだね。 いいよ、ここを押さえるね。2>, 2番、あの、頼みたいことがあるんだけど。1、頼んでもいいですよ。2、2> いつでしょうか。3、はい、何でしょうか。 3番この間の本貸してもらえないかな 1, 1ええ、貸してもらえるわよ 2, 2ええ、明日持ってきますよ3ええ、貸してください四番 ビール、冷えてるけど1冷蔵庫にあるから 2, 2冷えてるよ3一杯飲もうか5番お揺れてないか ?1 地震かしら。二、救急車かしら。三、どこかしら。六番。今日も仕事遅いの？一、うん。夕飯先に食べてていいよ。 2> 2うん会社暇なんだよ。うん友達と会うんだよ。7番ごめんください速達郵便ですが。1ちょっと待ってください。 2> 2毎度ありがとうございます切手を貼ってくださいね8番田中さんの住所がわからないことにはねこれ遅れないでしょう1住所ここに書いて。 S 2> 2 <S じゃあ調べてみるよ3遅れないんですか9番伺いたいことがあるんですが1はい結構です 2, 2何でしょうか どなたか来るんですか ?10 番仕事休めないこともないけど1え休んだことないの 2, ?2 えー、休めないの3 よかった。休めないんだね。12番。これ、私のペットよ。羽の色が綺麗でしょう。1。1> かわいい猫だね。2>, 2。珍しい鳥だね。3。 珍しい魚だね。十三番。伸びないうちにどうぞ。一。はい。僕アイスクリーム大好きなんです。二。はい。暑いときはビールが美味しいですね。三。はい。 おいしそうなおそばですね14番アルバイトこの金額じゃあね1え1、ー、えそんなに安いの 2, ?2 えー、そんなに大変なの ?3 えー、そんなに高いの ?15 番うっかりしていて書類を 1, 1その机に出してください 2, 2忘れたんですか ?3 ご苦労様でした 16番、皿は重ねておいてください。1、1> この皿の上に置けばいいんですね。2>, 2、この皿の向こうに置けばいいんですね。3、この皿の手前に置けばいいんですね。 17番この上着、ちょっときつくて。1, 1> そうね、ちょうどいいわね。2, 2そうね、ちょっと大きいわね。3そうね、ちょっと小さいわね。 18番、暖かくして休んでください。1、1> ええ、おやすみなさい。2>, 2、ええ、会社は休みですよ。3、休憩は終わりました。十九番、 スポーツ大会もこの天気だとね。1、ええ、楽しくなりそうね。2、ええ、振らなきゃいいけど。3、ええ、頑張りましょう。20番。 その件はお目にかかった上で。1。はい。明日よろしくお願いします。2。ご説明ありがとうございました。3。お目にかかれてよかったです。21番。 英語と言ったら田中さんでしょう。1、来月から勉強を始めると言ってたからね。2、2> 翻訳が仕事だものね。3、学生の時苦手だと言ってたからね。 22番。行かないわけにはいかないんじゃない ?1。1> もちろん、行かないよ。2>, 2。ああ、行けないよ。3。ああ、行くよ。23番。 子供だけのキャンプなんてダメっていうに決まってるよ。1、もう決まったの。2、2> 何も決めてないよ。3、話してみないとわからないよ。24番。 うちの子、ピアノが弾けると言ってもね。1、そんなことないですよ、上手ですよ。2、そうですか、上手なんですね。3、そんなことないでしょう、初級でしょう。 25番、あの二人、お似合いだよね。1、1> そうね、綺麗な洋服ね。2>, 2、そうね、似合っているわね、あの洋服。3、近いうちに結婚するんだって。 26番予習どころか宿題もやってないんだ。1ええー、何もやってないの 2> 2あと宿題だけね。あと予習だけね。十七番。 タバコは体に悪いと知りつつ、ついね。一、やめた方がいいわよ。二、いつやめたの？三、やめるの。二十八番。うわあ。 食べきれないほどあるね、ケーキ。1。1> あら、食べないの 2>, ?2。足りないかしら。3。お隣にあげましょうか。29番。今の仕事を辞める前に、 次の仕事を探しておいた方がいいですよ。1、ええ、やめたんです。2、ええ、やめようと思っているんです。3、ええ、先輩に紹介してもらうことになっています。30番、 具合が悪い時は早く帰って寝ることですよ。1お大事に 2, 2どこが悪いんですか ?3 そうします31番この書類 家に持って帰ってもいいでしょうか ?1 ええ、帰ってください。2, 2ええ、構いませんよ。3ええ、持っていかなくて構わないんじゃない ?32 番あの、 できる限りのことはお手伝いします。1、1> お手伝いしたんですね。2>, 2、できるんですね。3、よろしくお願いします。33番、この街は 昼夜を問わずにぎやかなんですよ。1へえ、夜もですか。2, 2へえ、問わずですか。3へえ、この町ですか。34番 クラシック音楽は好きですか ?1 うーん、聞かないわけにはいきませんね。2, 2うーん、聞かなくもないですよ。3うーん、聞かないとは限りませんね。